よ。一杯1万円もする酒をボトルごと空にしちまったんだ。マスターにはなんて言えるわけねえだろ。お金を請求されたって俺には到底払えねえんだ。俺はコンビニで一番安いウイスキーを買ってきて、レジェンドモルトのボトルに移し替え。じゃあ今中身は安だけの偽物だよ。そんなのいつか分かってるよ。だから悩んでるんじゃねえか。もし俺と飲んじまった。バレたらバレた。そんとお前のメンタルそうそうあんま深刻な。いやとはいえ一杯一万のレジェンドモルドなんてなかなか。ここは落ち着いて様子を見ようぜ。そうだな。あらお二人さん、男二人で酒も飲まずに何の話してるのよ。まあ大した話じゃ。そうじゃあ一緒に飲もうよ。うん、一杯やるか。今日はいつもは飲まないお酒を頼んでみようかな。ウイスキー。何ダメじゃねえけど、そのよし思い切ってこう。まさかマスター、シルバーモルトの12年ものをロックで。いいのかい。こりゃしばらく間違いねえ。よっしゃ歌うぜ。情けなくて恥ずかしくて逃げ出したくなる時はあるかい。悲しすぎて虚しすぎて死にたくなる日はあるかい。俺はある。一番でもまだ俺は俺を信じたいんだ。逃げねえし死ねねえ。なり上がるぜ世界で一番かっこよくて強い勇者に。なり上がるぜ世界で一番君を笑顔にできるような男に。答え合わせにはまだ早いぜ。どん底から夢見た姿へ俺となり上がろう。うまいじゃねえか。足立さん、今日は持ち込んだカップ酒じゃなくちゃんと店。ん？ああ、これはお冷やだ。珍しいな。休館。いや、コンビニでカップ酒。そん、まあ毎月この時期はいろいろあってな。なんだ借金。ちげえよ。高志に金を。高志君って確か20年前に5人逮捕された。ああ、俺が高志の。だけど足立さんは久住を釈放しようと動いたんだろ。今さら言い訳したって獄中で自殺した久住が死んでほどなく嫁も心労で倒れて、それから俺は毎月高志に金を送って。偽名。高志からすりゃ俺は親父を無。そんな人間からの金は受け取るのが拒まれるだろう。足立さんなりの配慮だが、見ず知らずの山田さんから金が送そこも抜かりはねえよ。
山田さんは社会これなら高志も気兼ねなく金社会貢献がしまるで足長王子なんだそのあだ名確かに俺は足も長いあだ名じゃねえよ孤児院で育った女の子が匿名の資産家から援助を受け、ええ、春日が小学生の時の教科書にそれでも内容を覚えてるだけ大したもんだしかし20年送金をまあ高志の生活費のしかし給料をもらってた警察まあなそいつは高志君だって今や25だもう送金がなくても自立それが高志は司法浪人司法浪人ってことはええそのと高志から月に1回送金のお礼や近況が書かれたってあいつ昔から弁護士に冤罪で逮捕された親父さんのことでああだからこそ俺はだけど司法試験ってのはああ高志も大学生の頃から挑戦してんだが今は最低限のバイトと俺の送金で生活しながら高志君ああこと足立さんにとっても送金まあ正直な話それだよ何年も司法浪人されちゃ俺のなるほどね応援したくなっただろそりゃじゃあ一杯ごちそうになっなんだよ応援してくれよ酒分かったよ今の話聞いて断れるマスター注文いいかよし、歌っちゃうわよ。盛り上がっていこうぜ。あんたシャドウ、切り裂く。はい。キシムハイウェイシティ助手席うつむくお前の風中色の憂いといたナイフのような俺を包み込んだマイスピードヘッド出るようなファスト俺が塗り替えてやるさ行こうぜ二人きりのエデン一億二億百億のキスを浴びせてやるベイベーこの腕抱いてお前しないマシンガンキスで Just fall in love、yeah! ah! はいはい、邪魔だよ。俺の出番だな。最後ステージ
そういえば、私は柳いろは。いろはちゃんか。そう、一つは飲食の、そしてもう一つ、私実は少し前に他の店でホステスやったから。ああ何でもいいのよ。例えば。そんなんでいい。もちろん。だから遠慮なく。いらっしゃい。ありがとう。バイトヒーロー .com の方です。あ、バイトヒーロー。なんだかよくわかんねえけど。やってやるぜ。おい来た。なめんなよ。なめんなよ。かかってこいや。見てろよ。取っておきだ。やってやるぞ。よし。取っておき。よし。よし、決まるな。またいい女になっちゃった。ありがとうございました。さすがバイトヒーロー .com さん。だからそのバイトヒーロー。お待たせしました、バイトヒーロー .com のものです。ん、はは、こいつが依頼の、うん、確かに人相悪そうだ。金に、あ、いや、この人。お任せください、バイトヒーロー。死ねー。ジャスティン、私の番ね。
ください。やってみろ。してみろ。だからチンピラじゃ。そうです、助けてくれた。先ほどこんなことしかできませんが、お詫びのし…はっはっはっは、じゃねえ。申し遅れました。私、株式会社バイトヒーロー .com の社長をやっております。ちなみにこの社名は私の名字ヒローとヒーローがかかって…で、さっきから…バイトヒーロー .com はヒーローを呼びだ…困っている人から依頼を受けたら、こちらでアルバイト、通称バイトヒーローを派遣し、まあざっくり言うと派遣が簡単なお使いや人探しに猫探しまで幅広い依頼に応えているんですが。へえ。だが便利やってった。実はうちが他の会社と違うのは、悪党撃退サービス。先ほどのお客様のようにチンピラなどのしょうもない連中、偉人町は異常に治安の悪いどん底の街ですから。なるほどな。だからさっきのやつは助けに入った。そのようですね。いやはや、あな、まさにあなたのような人。別に気に食わねえやつを殴っ。ああ、ちょっと待ってください。なんだよ。あの、もしよければ。バイトヒーロー。はい、うちのサービス非常に。その反面、依頼をこなす側、悪党を撃退できるほど強い人材って、現状依頼を受けているのに助けに行けないような状況。この町はどん底の町、一般人には危険がいっぱいです。一人でも多くの人を助けたい。でも私だけでは。だから俺に手。あなたは腕前も素晴らしい。そして何よりよ、バイトヒーロー .com はもちろん成果に応じた報酬はいかがでしょう。この町の。わかった。どれだけやれるかはわからねえが、登録だけ。おお、ありがとうございます。ああ、俺は春日。春日さんですね。それでは町の平和を。た、ね、バイトヒーロー .com。
実は今から急いで電車に乗ってその服がな服がなええ泡だ泡何言ってんだ僕今こんな感じなんですそうかちょっと待ってくださいこのままじゃ僕電車離せ俺まで泡まだいたいなんでそんなことになってんだよ実は少し前まで僕は最近入ったミカちゃんってそれでお楽しみの最中急に祖父普段電話なんてしない人だから出るのかおばあちゃんが倒れたって病院に駆けつけたい一心でミカちゃんや黒服の青春でもこの格好じゃまあそうだろうなだからお願いですえやだそうああつうかそれならさっさとそれなんですけどプレイ中に飛び出したのが結構な問題行為服を取りに戻ろうとしたら黒服の人に入り口もはや状況的に服を貸していただけないならせめて洋服屋そうですこのは僕が完全に生まれそれなら俺があんたそんな時間はありませんそれに万が一さ趣味を語れるだいたいそこまでの決意があるそうしたいところなんですが何よりこの辺りは水気なるほど水をかぶって泡が流されたしおばあちゃんに会うどころか今の時点で逮捕されてもおかしかそこでなんとか水が私にかけ一生のお願いですああ仕方ねえな本当ですかあんたに水がかからないようにはいよろしく俺は春日だありがとうございます。おう。ん？え？待って。なあ。そうだ。ああ。わかったわ。
それじゃあ。おう。もしもし。強くなった気がするぜ。よ
阿波野じゃねえか。ああ、春日さん、よかった。この人がお世話。そうだよ、春日さんにお礼を言って、おばあちゃんも一命を取り留めて。そうか。何でもこの子の無茶に付き合ってくれたとか、すまなかったね。いや、気にしないでくれ。元気に会えたならさあんたみたいに。なんか悪いな。これからどっか行くのか。ええ、今日は復帰祝いということ。おばあちゃん、これから。そうだね、温泉か。それじゃあ春日さん、僕本当にありがとうございます。おう、はい。ったく、本当に風呂の好きない。逃げるなら今のうちだ。やってみろ。見てなさい。絶対負けない。出してみろ。ことでも相手にならないんじゃない。よし、やっ、俺の番ね。絶対負けない。よし、行くぞ。言いたいことでも。そんな目つきが気に入れ。おい、来た。なめんなよ。なめんな。私の番ね。やってやるぞ。俺の番だな。大丈夫。
がなったんだ。頭勝ち悪そ。ビビってんのか。よし、ほら来いよ。はっ、おりゃ。俺の勝ち。ぶっ飛ばしてやる。よし、行くぞ。仕事すっか。上がってこい。私の番ね。お？ほれほれ。なめんなよ。やってんだ。逃げなさい。やんのか。おい来た。とっておき。俺の番だな。見せてやるよ。俺の番か。してみろ。やってやる。強くなっちまったか。またいい女になっちゃった。任務完了。ザリガニじゃねえか。このまま車に轢かれるのも。そんじゃ元気でなっと。あはは、わしの。え？ああ。おい。ああ。あいつは適度な運動が大切なん。ナンシーはわしに。まさかあんたが大事にして。いや。あんたも、もうナンシーの姿。じゃあ、わしは帰るとする。じいさん、あんたのナンシー、俺が使う。ん？そう。まあ、やれるだけ。そうか。では頼むとするかの。もしもナンシーを見つけてくれたら。わかった。俺はカス。ナンシーは背中にある大背中のバツ印だ。まだ遠くには行ってないだろうし。
お、なんだ？いや。これか？気をつけてください。ホームレスの人向けのタッ、おい、あんたは、いや、別に俺はあんなに見てて、待てって、違うって、寺門さん、そこまでお腹が空いてイライラする気持ちもわかるけど、アマちゃんが、おい、落ち着けって、あ、危ない、おい、大丈夫かつ、じゃあ今度こそ行くぞ、絶対してやれ、やってやるぜ、よし、おい、お、すみませんでした。
おい。お。お。マジか。ありがとうございます。ああ。カスナさん、な、ナンシー、おー、なん、あんた、いや、気にするな。それじゃ、俺は行くぜ。ナンシーと仲良く。ああ、ちょっと待ってくれよ。ナンシーを見つけてくれた礼も兼ねて。遠慮はいらん。今日はちょ、まあそれなら。じゃあちょっと準備するから。これでも…あ、なんだこれ、なんか筋張っちゃい…そうかそうか、あ、いや、その辺に生えとった草をつけてみたんじゃ…なあ、あんた見る感じ…ジジイ、てめえを…まあまあ、元気そうだし、ええじゃら…いらねえよ。じゃあ、前菜は…今日のメインディッシュ…エビハラ。おい、なんであんたナンシーを。何をすっとぼけたこと言ってるん。このなんだと。しまうたよ。おい、ナンシーは他のザリガニより体が大きく、おいしく、わしらホームレスにとってザ散歩をさせることでナンシーの肉体をそこまで頑張って育てた愛しの食。それを先に、俺はあんたのペットだと思ったからが。そりゃ悪い。え、こういうのはし、それ。ちょっと待った。ん？なんじゃ。もた。なあ、その。あ？いや、なんか、なんし。え？いや、ザリガニをさ。しかし困っ。このまま引き下がることはできるとはいえ、今そうさな、ナンシーと、くそ、足も、これ早く持ってこんと。ナンシー、わかったよ。どう、待って。